私は配信して、またちょっと別の世界なので、はい、すみません。それは大事です。こんばんは。配信と配給。今日はね、なんかね、髪の毛がまた明るくなったような気がします。なんでですかね。ちょっと早く美容室行きたい。伊勢神宮に行こうとしてるところですね。伊勢神宮に行こうとしてるところです。今はまだ行ってないです。赤福は食べてない、食べておりません。はい、まあ明日行くか明後日行くかは秘密なんですけど、今は行こうとしてて、赤福は食べてなくて、伊勢うどんとかもまだ食べてないです。でも今日の夜に食べたのがアッパ貝っていうね、貝を食べたんですよ。あ、そういえばメール送ってその後のクイズの答え書いてなかったですね。あ、そう、なんかね、テコネ寿司ってやつは食べました。美味しかったです。そう、メールに送った貝はみんな多分ホタテだと思うだろうなって思うんですけど、はい、アッパ貝っていう貝でした。アッパです、アッパです。そう、桶に入ってる、なんかチラシというか、なんというか、チラシじゃない、海鮮寿司みたいな感じ。あれは食べました。美味しかったです。そう、ホタテに見えたでしょ。でもあれアッパ貝ってやつです。私も初めて見ました。美味しかったです。雨降ってるけどね、これはね、お部屋のなんか換気じゃない、エアコンの音がすごい音が鳴るタイプです。主張激しめタイプのエアコン。こんばんは。明日伊勢神宮に行くか明後日行くかは秘密なんですけど、ちょっと日時を言うとあれなので、危険かもしれないので、そう、集合しちゃうかもしれないので。そう、ね、ずっとね、伊勢神宮行きたいって言ってたんですけど、でもなんかずっと行く機会なかったんですね。一人で行くのも心細かったし、でスケジュール的にも行けなかったから、ずっとどうしようどうしようって思ってたんだけど、でも絶対行きたいなと思ってて、誰か行ってくれる人いないかなと思って、早めに行きたいなって思ってたんですよ。
したら一緒に行ってくれる人が見つかりました、身近に。いたことありますか？お、あります？ある？え、私ね、一回本当に行ってみたかったんですよ。でもなんかちょっと私びっくりしてて、今何にびっくりしてるかって言ったら、すごいなんかなんだろう、雰囲気が違うんですよ。神聖な感じがして、なんかめっちゃなんて言うんだろう、すごい住んでる、神が住んでるって感じ。空気運がなんか違う。そう、おぼそかな感じ。なんかね、本当に違う、びっくりしてる。うん、なんかしかもなんかちょっとだけ怖いだから。なんか独特でちょっと怖いんです。うん、なんかスッてなる、背筋が。だから私ちょっと神を宿らせて帰るかもしれない。伊勢神宮伊勢神宮行って、まあでもね、私も愛子様なので、神聖な神聖な名前、私もね愛子様なのでね、はい、愛子様もね、絶対明日はね晴れさせてみせます。うん、そう、愛子様伊勢神宮を参詣されてたニュースを見て、私は同じ愛子っていうお名前をいただいてるからね、やっぱり同じ愛子として参詣に行かないとっていう謎の使命感に駆られたっていうのもあり、はい、行ってきます。愛子はいい名前。内宮と外宮の両方行くんだよ。え、なんか意外とあれなんですよね、めっちゃ時間がかかるっていう。私すごいもう30分ぐらいで終わるのかなって思ったらめっちゃかかるらしいですね、あれ。だから頑張って歩きたいと思います。あ、え、これ下宮って読むの？そうなんだ。え、私内宮ダメだ、読み方も、読み方も間違ってた。内宮と下宮、あ、そうなんですね、ありがとう教えてくれて。内宮と下宮ね、今知っといてよかった。難しい。内宮は駅から遠い方。 OK、 でもめっちゃ楽しみです。片参りは避けるべきと言われてる。え、そのあれですか、やっぱり回り方、参詣の仕方ってちゃんとあるんですよね。ちゃんと見とかんとな。
御朱印とかはやってないです、もう超初心者超初心者です。下空から内空の順番、へえ。気持ちが大事。私宇治山田駅はまだ見てないです。堅苦しくならなくて。そうですよね、まあ神様にこんにちは。ねえねえみんな、今何時？3時4時愛子人ってしに行くっていう気持ちで、はい、行きますキャッチフレーズ言ってくる、はい、神様にキャッチフレーズをね、あのお披露目してきますすごく楽しみですそう、 STU をよろしくお願いしますって言って、そうだよ、あのグループのことをお願いし、もお願いしに行く、じゃあ、うん、ST48 のことも、どうか違う、ちゃんとあの考えてたからね、あの私あのグループのことも、うん、あの決して自分だけのことだけではないので、うん、参詣するとき名前と住所を心の中で言うんだよ。それ言わないといけないの？今日もかわいい、ありがとう。いやまず私はこれから先の、これから先のことをね、ちょっと健康とか、あとは悪霊退散みたいな感じではい、なんかよろしくねって言ってくる、はい、これから私の STU48 人生よろしくねって言ってきます。神様の明け方に24時間お願いしてるよなんか軽くないよ。で、いただきます。あ、そうだね、写真集のヒット祈願、なんか詰め込みすぎてさ、神様にさ、いやみたいな感じで、あのさーみたいな感じで言われそうあのさーって聞こえてきそう、神様から。だからもう私は自分の、あの健康だけ、ちょっとこれからも健康を第一に過ごせるように、どうか神様見守っていてくださいっていう気持ちで参詣してきます。で、あとお願いするだけじゃなくて、いつも、みんな日本国民を見守ってくださってありがとうございますってお参りしてくる、うん、そう、感謝の心です日本国民を守ってくださって、ありがとう。
伊勢神宮は日頃の感謝を伝えるのが習わし。あ、そうなんだ。明日雨なんだよね。晴れるといいな。あ、鹿の釣り川、奈良。あ、でもね、奈良はね、通過しましたよ。はい。なんか、乗る電車間違えて、なんか、乗るはずじゃなかったところに乗ったんですよ。何あれ、奈良シカトレインみたいな、奈良シカトレインみたいなやつ、そう、に乗っちゃったんですよ。間違えて。そしたらなんか可愛かった。シカのデザインで可愛かったね。そしてそんで問題出したらみんな、え、奈良県にいるのって言って騙されてました。奈良じゃないんです。きっかけ問題でした。奈良の大仏さん見に行ったのかと思った。え、でもね、奈良はめっちゃなんかね、ちょっと第二の埼玉みたいな。なんかちょっと私の中で扱いがちょっと埼玉県みたいな感じ。違う、別にねバカにしてるわけじゃないんですけど、なんかあれ、奈良県ってあれみたいな感じになりました。うん、てかあれ、なんか鹿だけなのかなってちょっとだけ。でもごめん、違うよ、多分私はまだ気づけてないだけ。多分気づけてないだけですね。うん、セント君で、そうなんですよ。なんかその次に何があるかなって考えたら、奈良ってセント君のところ、セント君かって思いました。ごめんなさい、本当に奈良県民の皆さんごめんなさい。でもそうなんですよ、昔の首都ですよね。古都ですよね。はい。てかね、普通に乗り間違えてめっちゃ時間かかった、ここに来るまで。予定してた、なんか何倍も時間かけてきた、ここに。うん、でもなんか可愛い電車にも、ね、ちょうど乗れたし良かったです。でも楽しかったです。はい、それも旅って感じです。違うんですよ、なんかね、二人でめっちゃ喋ってたんですよ、ずっと。なんか、ああじゃこうじゃ、どうだこうだ、ああじゃこうじゃ、こうじゃ、こうじゃ、
こうじゃあじゃあね喋ってたんですよ。そしたらね、どんどんね間違っていくんですよ。おー、待って違う違うとかって言ってうん、気が緩んで、そう、おれ違う違う、これ16分のあれ待って16分の発車なのに、13分で扉が閉まったよとかって、ね、おれみたいな感じでね、あわあわしながらめっちゃ時間かけてきました。はい。それでね、それで行き着いたら、アッパ貝を食べるっていう。あ、それでなんか牡蠣も食べたんですよ。焼き牡蠣？めっちゃ大きくて、ちょっと広島の牡蠣頑張れってちょっとだけ思った。めっちゃ大きかった。こんなんやった、もう私の顔ぐらいある、こんなんでした。そう、広島の牡蠣頑張れって感じでした。なんか手、この私の手で掴めんぐらい、今日はなんか神聖な気持ちを込めて透明なイヤリングをしてきました。なんかこの透明なイヤリングをしてきたら伊勢に入った瞬間に色が変わるかもしれないっていうね、ちょっとスピリな気持ちでやってきました。はい、なんか黄色とかになんないかなとかって思いながらつけてきました。はい、さすがに色は変わりませんでした。パワーに反応しませんでした。なんかさ、緑とかなってくれたら可愛いよね。あ、スピってるっていうのはスピリチュアルのことですね。はい。でも本当にね、空気が違う感じがして、めっちゃ明日ってもう言っちゃってるけど明日が楽しみです。明日参詣してきます。でね、待って、集合しちゃダメですよ。みんな集合場所じゃないからね、伊勢神宮は。違いますよ、ダメでダメダメですよ。ダメです、集合しちゃダメ。お仕事行ってください、みんなは。その間に私はお参りするから。ダメです、勝手にバスツアー開催しちゃいけませんからね。はい。
あ、でもね、あれですね、時間さえ教えてなければまあまあまあ会うことないと思います。大丈夫です。もうめっちゃ夜遅くに行くかもしれないし、夜遅くはないか、夕方かもしれないし、朝早くからあるかも、行くかもしれないし、それはね秘密です。外国の方は、いや、そんなに多くないかな。日本人しか今のところ見てない。でもね、食べたいものある。伊勢うどんとか、あとなんかみたらし団子、美味しいところがあるらしい。それも食べたい。でもなんか最近甘いものよりね、ご飯が食べたいんですよね。ご飯食べたい、美味しいご飯食べたい。伊勢うどんあんまり美味しくなかった。まあいいや、美味しくなくてもね、やっぱ経験するって大事だから。あ、そういえばね、松坂牛はちょっと食べたよ今日。松坂牛は食べました。あ、でもさ、そのさ、あの道中にさ、その遠回りした分いろんな話してたんだけど、あ、そういえば松坂牛っているよねみたいな、え、奈良だっけみたいな話してたんですね。な、え、松坂牛って奈良とかじゃない、え、三重よみたいな言って、あ、奈良って、あ、奈良ってってなりました。こんばんは。うん、ごめんなさい、奈良の皆さん。大好きですよ、奈良県。奈良県大好き、 I love 奈良。もう私、奈良と埼玉がね大好きだから。うん、そうね、なんかね、なんかね、ちょっといじれるところがある県好きです私。はい、なんかちょっといじりがいのある県好きかも。松坂牛、でもね、松坂牛ね、本当にちょっとだけ、なんかお試し松坂牛みたいな感じのやつ食べました。なんかあるじゃないですか、たまになんか本格的じゃなくってちょっと高めのプレートみたいな、ちょっとお手頃だけどちょい高めのプレートみたいな、お試し松坂牛みたいな食べました。あ、美味しかったよ。光が。
やばい、本当に最近食べ過ぎてる、やばいです。ちょっとこれを神様にも報告しよう。最近ごめんなさい、食べ過ぎてますって。赤福氷？何それ、調べてみるね後で。そうなんですよ、ツーショットがあるじゃないですか、22日に。だから赤福いっぱい食べたんでしょうってか言われるじゃないですか。言われないと思うけどあ、いっぱい食べたんだなって思われる。言わせませんけどね、言わせませんけど、思っていても言いません。はい、思っていても言わないでください。じゃあそれでは、そろそろ終わりたいと思います。はい、お姉さんは配給をずっと見てます。ハイキューにハマってるそうです。ではではランキング見ます。13位マジックさん、12位ズーミーさん、11位ハルキングさん、10位ケンケンさん、9位カタカナのタカさん、8位ナベナベ社長さん、7位マグさん、6位ウミガメさん、5位アンちゃん、4位ヒゲメガネさん、3位ハイキーさん、2位クジマスさん、そして1位はチャボテンさん。ありがとうございました。ありがとう。じゃあね、みんなの分もね、私はみんなの気持ちとかもね、ゴミゴミでね、参勤行ってくるね。みんながみんなの健康もお祈りしてくるし、みんなの幸せも祈ってくるね。みんなの気持ちを背負って代表して行ってくるだからお仕事頑張って任せて。それではね、みんな今日も見てくれてありがとう。おやすみなさい。明日もお仕事頑張ってね。